どうも、わたくらです。今回の動画は、こちらグアンクシーシカノコギリクワガタの、飼育状況の動画になります。前回ね、こちらのグアンクシーシカノコギリクワガタね、7月の15日にセットを組んで、それをね、8月の26日に、セットの、割り出しをやったんですよね。で、その時にマットだけから幼虫を何匹か回収して、ちょっとね、材はそのままにしてたんですよ。で、今回、こちらこっちがね、その材をね、もう一回マットに埋め戻して、まあ約ね、1ヶ月くらい放置したセット で、実はね、もう一個セット組んでて、こっちはね、前回とはね、別のメスを使って8月の9日に組んで、ずっとね、組みっぱなしだったセットになります。ちょっとね、こっちの方はセット組んでから2週間くらい経ったら、もうね、メスがね、ここに見えてるんですけど、ここね、もうメスがかなり早い段階で落ちちゃってたんですよ。で、これもう2週間くらいで落ちちゃったんで、まあ産んでないだろうなとちょっと諦めてたら、こうやって見るとね、こことかね、もう幼虫が見えてるんで、こっちもね、意外と幼虫が取れてるかもしれないので、まあ、今回はこのね、2つのセット、割り出しを行っていきたいと思います。じゃあね、割り出しをやっていきたいと思います。それじゃあね、まずこちら、前回産卵セットを解体して、で、材だけね、埋め戻して1ヶ月放置したものを、ちょっとね、割り出していこうかなと思います。よいしょ。すいません、これね、割り出して、埋め戻しただけじゃなくて、メス投入してましたね。ここにちょっとメスが、もうお亡くなりになってますね。そうだ、これ前回組み直したんだ。結構、うろ覚えでやってました。まあね、前回、もうね、幼虫が取れてたんで、多分、材はそのまま使い回しっていう形で、材もね、割り出したりせずに、もう一回ね、埋め戻したセットでしたね。ちょっとね、こっちのセットは、マットから幼虫は回収できて、材からは幼虫はね、あんまり回収できなかったんですけど、1ヶ月置いといて、なんかね、側面からね、追加の幼虫が全然見えない状態だったんで、ちょっとね、本当にどうなってるかわかんないんですよね。じゃあ、ひっくり返していきましょう。はい。あ、でもいる。ここにいる。それでもいますね、幼虫。まだ2例幼虫くらいのサイズの幼虫いますね。とりあえず、あ、どうかな、今の以外は、ちょっとね、マットからは全然幼虫出ないですね。前回ね、産卵セット割り出した時の動画では、コメント欄の方に、まあ、グアンクシーとはちょっと違う種類なんですけど、属がね、一緒のキクロマトイデスシカノコギリクワガタっていうね、まあ、グアンクシーとちょっと近い、同じ属のクワガタを飼育してる人は、やっぱりね、材にかなり産んでたっていうことだったんで、まあ、材に幼虫が入ってるんじゃないかなと思うんですけど、あ、でもどうですかね、1ヶ月経って材が全然こんなにボロボロっぽく見えないんで、これ微妙かもしれないですね。ちょっとね、割り出してみましょう。あー、ちょっと食根はないですね。あー、もう中、こっちの材は全然食根が ないですね。よいしょ。あー、これはこっちの材は、あ、すいません、ゼロかと思ったら今ここにいて、すいません、これちょっと事故で潰しちゃいました。これ気をつけて割り出さないとダメですね。いや、申し訳ない。ここですね、ここに食根が走ってて、はい、一応やっぱり材の中にもいるみたいですけど、そこまでね、たくさん材の中に潜ってるっていう感じではなさそうですね。ちょっとでも慎重にね、慎重に見ましょう。もうそうですね、こっちの材は他に食根が全然走ってないんで、そうですね、まあこんなもんですね。こっちの材もちょっとね、見ていきましょう。いや、でも食根が全然ないですね。潜ってないですね。でもちょっとだけここ食べてるかな。もしかしたらこれあれですね、材の周りには産卵するけど、幼虫がね、その
財にあんまり潜り込むことはないのかもしれないですね。さっき一匹いたはいたんですけど、この財ね手で崩せるくらい柔らかめの財なんですけど、それでもね幼虫が全然潜らないとなると、まあ、こうやって見るとね、ここ多分ねここから埋め込んで産卵はしたと思うんですけど、もうね幼虫は財の中にとどまらないで、これも外に出ちゃってるんですよね。あ、そうですね、多分ここもう産卵、この空間は多分ここに卵を産んだと思うんですよ、財をかじって。っていうのを考えると、やっぱりね財に産卵するけど、幼虫はね財よりもマットの方がね、マットの方を好むっていう感じのような気がしますね。だからやっぱ財を入れた方が産卵するけど、幼虫はすぐねマットに出てきちゃうので、まあ、側面からね結構幼虫が見えるっていう感じなのかもしれないですね。はい、それではね1個目の産卵セットね、マットから幼虫が1匹だけと、あとね産卵木から1匹だけね確認できたんですけど、ちょっとねそっちは割り出す時にね潰しちゃったんで、まあ合計2匹回収できたのは1匹っていう結果になりました。じゃあね次のもう1個の方、割り出していきたいと思います。それでねもう1個の方、割り出していきたいと思います。こっちもねもうね完全にメスはお亡くなりになってますね。こっちは本当にねセット組んでから2週間くらいでもうメスがねゼリー交換をねしようと思ったタイミングで、もうすでにねお亡くなりになってたんで、じゃあね結構失敗かなと思ったんですけど、幼虫はねもう側面から3匹くらい見えてますね。そうですね、1,2,3,4匹今幼虫がもうすでに見えてます。こちらはやっぱりセット組んでから1ヶ月経つかどうかで、まあ、二例幼虫までにはね育ってますね。でもね多分財の周りに幼虫がいますかね。あんまりでも幼虫いないですね今のところ。5匹ですね。ケースのそこから4匹確認できて、財の周りから1匹だけでしたね。財もねこれ財の表面を幼虫が進んでちょっとね財をかじってる形跡はありますね。あれ中いるんですかね。慎重に割っていきましょう。やっぱり表面を割った感じだと触根は全然ないんですよね。もしかしたらねこの断面に産卵してそこで孵化した幼虫が、まあ、その時だけねちょっとだけこの材の表面をかじってるけど、すぐねマットに出てきちゃってるのかもしれないですね。あーでも今ここからここまでね触根がよく見るとありますね。あ、ちょっとね空間が出てきました。これ幼虫いそうです。あ、いた。一応一匹ね材の中にいました。こちらですね。やっぱ一応ね材も食べるっちゃ食べるみたいですけど、やっぱ少ないですね材は。他にね全然食根がないんで、よいしょ。そうですね、なさそうですね。こうやってパカッと割ってもあんまりね触根が見えないってなってくるとちょっとね厳しいのかなという、なんとも言えないですね。これはないですね。こんな感じで、まあ、2個目のセットは、こちらね、あ、この1匹目は最初のセットから割り出したやつなんで、2個目のセットは6匹幼虫が得られました。で合計で、まあ、生きた幼虫はね7匹、今回ね回収することができました。まあねちょっと2回目のセットは、まあ、産んでくれてはいたんですけど、やっぱりねメスが落ちるのが結構早かったんで6匹っていう結果になっちゃったと思うんですけど、今回ねグアンクシーシカのゴギリクワガタ産卵セット組んで回収してみて、多分ね産卵させるのに材があった方が産むとは思うんですけど、材の中に幼虫が潜り込むわけでもなければ、思ったよりね産んでなかったっていうのもあるんで、このね材は
まあ、入れた方がいい気はするんですけど、もしかしたらね、材が必須じゃないかもしれないですね。ちょっとね、今回なんだかんだそんなに数が取れてないんで、今回のね、類大の結果からね、グワンクシシカノゴギリクワガタの差が出てね、どういう風なのが効果的っていうのはちょっと今回だけじゃね、わかんない部分であると思うんですけど、まあ一応ね、この産卵一番と、あとバクテリア剤みたいな、うん、ちょっとね、手で崩せるくらいのこういう剤を使って産卵セットを組んだ場合だと、まあ失敗はしない。まあそうですね、10匹くらいは幼虫が取れるのかなといった感じになります。あとは本当にメスの寿命次第なのかなという感じでした。それじゃあね、こちらの幼虫は、一応ね、800ml のボトルに詰めていきたいと思います。この幼虫をこのね 800ml のボトルに1匹ずつね、詰めていきたいと思います、まあね、前回の動画では追加の幼虫が得られたら禁止瓶で管理しますみたいなことを多分言っちゃったと思うんですけど、ちょっとね今回材割り出してみて、材の中に全然ね入ってなかったことを見ると、やっぱりね禁止だとちょっと怖いなと思って、まあね、もっとね本当は幼虫が取れてればいろいろねちょっと実験もしたいなと思ったんですけど、すみません、今回は大事を取ってマットで一応実績のあるこのねマットで羽化させたことはあるんですけど、ちょっとね安全牌ですみません行かせてください。とりあえずはこの 800ml のボトルに詰めて1本で成虫までね管理していこうかなと。グワンクシーはね、野外品が今後ね入ってくるかどうかもわからないような結構希少な、ね、生態なんで、やっぱり類大最優先でねやりたいのがやっぱ本音ですよ ね。こういうね YouTube やってるっていうのもあるんで、いろいろね実験をねしたいとも思ってるんですけど、ちょっとねこの種類だけは本当にどうしてもね絶やしたくないんで、ちょっと全力でね、はい、やりたいと思ってます。それではね、今回ねこんな感じで、こちらのねグワンクシーシカノコギリクワガタの産卵セットのね、前回の割りカスから、まあ、幼虫が1匹と、あとね2匹目のねメスをセットした産卵セットから、まあ、6匹ね幼虫を得ることができました。ちょっとね思ったよりもそんなにねたくさん幼虫が得られなくて、まあ間違いなくね類大は継続することができるんですけど、すごいいっぱい増やすことはできませんでしたね。で、まあ今回の結果を踏まえると、産卵セットね、材が必要かどうかっていうのは、ちょっとね、わからない微妙なところだと思います。まあでも産卵セットを割り出してみて思ったのが、材自体に幼虫は潜ってるし、材の周りでもね、幼虫を確認できたり、まあ、おそらくね、材の周りに産卵してるような、感じはしました。で、あと産卵セットをちょっとね、観察しても、ケースの側面から卵がね、確認できるっていうことはなかったんですけど、幼虫はね、孵化してから、ケースのね、側面に姿を現すような感じだったんで、おそらくはやっぱり材の周りに産卵して、生まれた幼虫は、そのね、材から離れて、ケースのね、側面とかね、多分マットの下の方を目指すとかそういう感じだと思うんですよね。おそらくはね現地でも在ユミというよりは寝食い系みたいな感じで、立ち枯れの根元とかに産卵して、で幼虫はねその根元に産卵された後に血の中にね潜っていくとかそういう感じだと思うんですよね。ちょっとここは本当に妄想の域なんで、確かなことは言えないんですけど、まあね、今回の結果がね、このグワンクシシカノコギリクワガタをね、これから飼育する人の、まあね、参考になればいいなと思ってます。またね、何かこの種類について、もっとね、詳しい方がいましたら、コメント欄からね、いろいろね、コメントいただけるとありがたいので、よろしくお願いします。それでは、今回こちらの、グワンクシシカノコギリクワガタの、その後のね、産卵セットの、動画になりました。ご視聴ありがとうございました。またね、次の動画もよろしくお願いします。失礼します。